総会時間の久保です。アメリカにお住まいの塾生さんから一つの投稿がございました。私もこれね、思わないでもないんで無視できないなと思ったんで、今回動画にさせていただきます。まあ主にはいただいた投稿を朗読するだけになりますけども、私の感情もちょっと入れながらね、読ませていただきます。世界中がコロナウイルスのニュースでいっぱいの最中、世界ではとんでもないことが起きていると。こんにちは、小市ですと書いてますよね。今は皆さんコロナの情報で世界情勢の変化には気づいていないと思いますと。実は今とんでもないことを予想していますということです。この予想がね、私とほぼ一緒なんですよ。まずトランプ大統領が中国を第一級計画殺人罪ですね、第一級計画殺人罪で上告準備、訴えているっていうことですね。訴えそうだということですね。でアメリカだけではなくて、イギリスやフランスや欧米で中国に対して、訴訟を起こそうとしてるんですよね。これは分かりますね。中国のおかげでこんなね、世界中いい迷惑で人まで死んでるわけですからね。でそしてアメリカの上院議員で台湾との国交樹立法案が承認されました。これは日本では報道されてませんけども、やっぱり台湾っていう国は独立した一つの国家でありね、そことお付き合いしていくことをアメリカの上院で決まっていくっていうことですよね。さらに驚いたことにですね、これも私もね、確認してるところがあるんですけども、米軍が台湾に B-52 の緊急配備をされてるんですよ。まあ、つまり戦争に対する準備をしてるってことなのかなと思いますよね。中国共産党が世界中に起訴されていることを認めるとは思えないですよね。世界中からの訴えをその通りですというふうになるとは思いません。またね、単なる紙切れだと突っぱねるにね、決まっているというかね、そういうふうなことが予想されますよね。でロシアではロシア在住の中国人が大量に中国に送還されたんですよ。これもね、何日か前のニュースでしたね。つまりロシアは中国との関係を終わらせようと思ったということなのかなと思います。もちろん別の見方もあると思いますよ。でそうするとね、南シナ海が最前線っていうことになりますから、当然日本もここにね、無傷では済まされないのかなって思うんですよ。怖いですよね。でさらには隣の国の韓国なんですけども、米軍基地に働いていた全ての韓国人が解雇されたということを皆さんご存知ですかね。韓国は中国についているものだと見なされているのも仕方がないことだと思いますけども、まあ韓国、北朝鮮、中国はアジアの中ではね、この3つの国は仲がいいんではないかなと私も思ってます。もうすでに日本在住のアメリカを通じて、アメリカ政府から帰国要請が出ているようです。それに今回のコロナ経済対策の援助をなかなか決めなかった理由は何か考えがあるのかもしれないですよね。自分個人の財界に精通しているからの情報によりますと、普段ならたくさんの資金が経団連に流れているのですが、今回は経団連に資金が流れていないそうなんですよ。この資金の流れも不自然ですね。今年何かとんでもないことが起ころうとしているのではないかと思っているということで、小市さんが言われてますね。脅かすつもりはありませんが、今後もこういう状況を考慮していった方がいいんじゃないかなということです。私の悪い予感にもあるんですけども、局地的な戦争や暴動が火種になって大きなね、国家間の争いになるってことは、まあ、歴史が証明している通りなんですけども、今回はこの中国に対してね、あらゆる国がちょっと怒りを覚えているんじゃないかなと思うんですよ。そこに来て中国がアメリカから持ち込まれたウイルスだみたいなことを言い出したりとかするもんですからね、それはただでは済まないなと思うところです。そして世界中が中国依存の体質を考え直して、中国なしでこれからやっていこうというふうに考えているんですよね。やっぱりね、ウイグル問題とかチベットの問題とかありますからね。中国っていう国、人民全員が悪人だと思いませんけども、国として動くときっていうのは結構過激なね、エネルギーを出すなっていうのは脅威ですよね、これはね。本当にね、経済大国としてここまで来た国ですから、本当にね、世界とうまくやっていこうっていう、そういうふうな、気持ちもね、あるのかなと思ったんですけど、なかなかね、中国っていうのは結構思想が極端で、もしかしたらアメリカ以上の侵略国になるのかもしれないですね。フィリピン湾沖に建築された基地、あれもちょっと不気味ですしね。こういう状況の中でも尖閣諸島には頻繁に入ってきてるみたいですね。なんでなんでしょうかね。もうね、それぞれ仲良くやりましょうよ。
私はそう思うんですけどね、ちょっと悪い予感がします。第三次世界大戦ってことにはならないかもしれませんけども、今はそれぞれの国が国力を失ってね、怯えてる時に軍事活動してるのは中国だけじゃないかなと思うんですけどね、どうなんですかね。以上、妄想と想像と懸念をもとにお届けしました。すべてフィクションになることを願っております。それでは失礼します。